神宮前駅です。1月1日の今時刻が5時半過ぎですね。さあ、熱田神宮で初詣でございます。こんなに朝早くから初詣に行くなんてことは初めてですね。ましてやこっちの名鉄から来るなんてことも今まではなかったわけですが、ここから入れるのかな、ここからのようだ。違った、こちらは出口です。こっちから、あ、でもこの時間のお好みとか唐揚げとかバナナチョコとか美味しそう。ここだ、ここだ。朝早くからやっている。まあまあ、でも5時半過ぎ6時前だといい感じで空いてますな。ラーメンとかうまそう、焼きそばとかね。わあ、いいな、いいな、いいな、こういうの。いいっすね、初日の出を迎える前の神宮ってのもいいっすね。あー、やっぱ屋台はこれ朝だね。ちょうど冷えた体も温まるしさ、夜明けで小腹がすくじゃないですか。あ、閉鎖中。夜間は表の生産道を中央に設置してあります。あ、そうですか。お、まあ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 、やっぱり5時半回るといっぱいですな。何か、あ、何かと思った、鶏だ。すげえな、こんなになってるじゃん。さあ、これもう終わったので、じゃあ本堂に行きましょうか。あ、そうそうそう、そうそうそう、こっちへ行かないとね。古いお札を納めに参りまして、すいません、普段お守りになります。ありがとうございました。本殿にやってまいりました。かつてこんなに楽に取れることがあったでしょうか。ではお参りをします。